フレズシリアルカンパニー。どうも、直人です。みんなはブラック企業に勤めたことはありますか？今回のホラーゲームはね、とんでもないブラック企業のお話。主人公は自分が勤めてる会社がブラック企業って気づいて、もう速攻で辞表を出すんだけど、上司がそれを許さない。会社からもう一歩も外に出さないように罠を仕掛けまくるんだって。やばくない？本当にそんな会社あったらもうやばいよね。監禁だもんね。ということで、こんな会社からはね、一刻も早くおさらばしましょう。ということで、プレイ。ん？お、動かせんのか？動かせないよ。あ、操作説明をちゃんとしてくれてるんだ。ありがたい。しゃがんだりもできそう。で、マウスで見ると。え、1と2も使うの？珍しいね。OK、了解しました。あ、動かせるようになった。Your Office。ここが俺のオフィスね。え、いい感じじゃん。なんかシリアルの会社なんだろうね、ここね。イエローヘッド。イエローヘッドってなんだろう。こんにちは、マットマン。今日は君の最後の日だから、僕の大好きなフレズシリアルカンパニーの限定品をプレゼントするよ。僕の思い出の品だ。もちろん君がそれを作ることがあれば。シリアルブラスター97、注意深く使ってくれ。帰る前に私のオフィスに寄ってくれ。心配しないでくれ。君を説得するつもりはない。イエローヘッド。イエローヘッドは上司の名前か。え、今んところいい会社じゃん。なんか書いてある。I hate my なんちゃら。自分のデスクにいたずら書きしちゃってんな。お、あれお金じゃないこれ。え、ちょっと待って。お金置いてくの？マジか。これ何？ Today 31日。お、なるほど。クイーン？ 7 がクイーン？どういうこと？っていうか、辞める日待ち遠しすぎて、こう、罰つけまくってんだね。で、ようやく今日が退社日と。よかったね、会社辞められて。お金すごいんだけど。え、俺、金庫番任されてたのかな？これは？うわ、これ読むのは大変だな。これは、まあ、翻訳は入れとこうかな。読みはしないけど。気になる人はね、停止して読んでみてくださいと。OK。なんか拾えるものは特にないのか。え、あかんねんだけど。あかんねんだが。え、鍵必要なの？え、引き出しの中じゃないやっぱり。え、でも開けられるのここしかないんだよね。ないし、鍵。あ、これか。え、これ鍵じゃ、あ、違う。プレゼント開けてねえんだ、俺。なにこれ。ちょっと待って。なんか手に入れた。え？ん？ちょっと待って。あれ？どうすんの？え、どうすんの？今の拾ったけど、どないすんじゃ？え、説明ちゃんと読んどけばよかったな。あ、こうか。タブで開いて、あ、装備できた。うわ、なにこれ？え、なに？ちょっと待って。なんで俺血ついてんの？すでに。おかしくない？これもしかしてさ、扉ぶち壊すのか？え、どうすんのこれ？え？いい、すごいことになってる、多分。手離していいのかな？うわぁ！溜めて攻撃するんだ。え、何と戦うの俺。ちょっと。あ、ここイエローヘッドの部屋だ。隣だったんだ。こんにちは、イエローヘッドさん。え、弾ない？あ、もう弾ないの？マジ？ああ、ほっとしました。私の世界はすべて崩れ去ってしまった。誰かがこの場所を荒らし、私の大切な金のスプーンを盗んだのだ。フレッドを驚かせたかったんだ。待望の昇進を果たすために。なるほど、フレッドっていう社員のために金のスプーンをあげようと思ったけど、それが盗まれてしまった。聞いてくれ。私の助けなしでは今夜の脱出は無理だと思う。最後のお願いだ。盗まれた金のスプーンを取り戻すのを手伝ってくれ。そうすれば君の脱出を全力で手助けしよう。
脱出って言ってるけど、まあ退社のことだよね。確かあの嫌な IT の人だったかな。あそこを見てきてくれ。今ドアが開いている。わかりました。じゃあもうしょうがないな、最後のお願いで銃を構えるの面白いんだけど。マジ？ちょっと弾ないっすか？弾欲しいな。あるいただいていきます。3発ある。え、他にはない？ないかな。なさそうだな。何これ、これらは何？この会社のおもちゃか。え、めっちゃ俺のこと見てる、イエローヘッドさん。あれが俺の上司だよね、多分。コーヒーとかある。え、何？誰かいる。え、操り人形？なんかぶら下がってる？あ、違う。つながってるわけじゃない。IT。あ、これか。え、やっぱシリアルだな。シリアルで、なんか付属で、なんだろう、これスプーンか。スプーンも売ってるんだ。これ何？あ、開けた。あ、誰か泣いてる。ちょっと待って、その前にこの辺調べたい。開けるのは後だったのかな。特になんか拾えるものはないわ。ど、え、え、え、来てる。ちょっと待って、これ撃ち殺せばいいか。もう大丈夫かな。おらぶっ飛んだ、頭ぶっ飛んじゃった、ごめんな。え、こ、会社だよね。なんで襲ってくんの？誰が泣いてんの？そして。これ何？あ、なんか置くんだ。なんか置かないとここ開かないんだ。てか、IT の人はどこなん？何これ？何これ？よくわかんないな。よくわかんないことだらけだな。あ、IT ルームだって、ここだ。来た。これ完全に溜めないとダメだよね、多分ね。あー、気持ちいい、気持ちよき。これ人間なの？あ、人間だ。ファスナーついてる。着ぐるみ着た人間殺してるよ俺どういうこと？何これ。あー、回復アイテムかな今の。え、じゃあ今飲みたくなかった、別にダメージ食らってないし。これ何？全部同じ色にするの？あ、ちょっと待って。なんか、これ、色あるんだな、どっかに。パソコン、あ、玉ゲット。うん、調べられないな、パソコン。どっかにヒントあるな、これ。ちょっとこっち行ってみる、とりあえず。あ、ここも。え、なにこれ。うわ、レバー。え、数字どっかにあるんだ、ヒント。これ何ぐちょぐちょ言ってんの？血ですか？血っぽいね、今のね。お邪魔します。誰のオフィス？ここは。あ、椅子がど真ん中にあって。あ、トイレか、ここ。うわー、なんかいそう。はい。ちょっと。スマホ見てる。ごめんね。ごめんなさい。ごめんなさい。かわいいな、あいつ。うんちしてるとこ開けちゃった。え、ちょっと待って。なんか知らない？君。何も知らなそうだね。アホっぽい顔してるわ。え？ヒントどっかにあるはずなんだけど。この部屋にヒントありそうだよね。あれ？ここ俺引き出し開けたっけ？開けてないか。え、でも何も入ってない。色のヒントなんだよね。どっかに色のヒントがあるはず。ん？金のスプーン。あ、これか？これっぽくない？パイナップル、バナナ、これ何？ラズベリー？オレンジ、黄色、青か？ちょっとやってみよう。黄色、青。お、開いた！金のスプーンか、これ。ゲット。金のスプーンゲットしたよね、今。してるね。これで、イエローヘッドさんのところに戻れば OK。あれ？
ああ、相手はないか。誰かずっと泣いてんだよな。誰が泣いてんだろう。イエローヘッドさん、持ってきたよ。これで会社辞めさせてね。おお、ありがとう。今度は私があなたを助ける番だ。倉庫の通気口から脱出する必要がありそうだ。倉庫の通気口。この会社は退社するのも大変だな。通気口から脱出するのか。倉庫に入るにはスタドーマンの全面的な協力が必要。休憩室で彼を見つけた。これが日々の業績評価です。あなたの筆跡を真似てみたんですが、フレッドは何も疑わないだろう。オッケー、休憩室行けばいいのね。とりあえず最後にもう一つだけ。君のせいで監禁されているんだから、みんなに嫌われても驚かないでね。え、俺のせいでみんな監禁されてんの？マジか。なんか俺やったのかな。あ、なんかいっぱい置いてる。あ、なんかゲットした。ありがとう。いただいていきます。え、俺銃、あ、ちょっと待って、銃を装備したい。どうやって装備するんだ。あ、業績を手に入れたのか今。あ、こうやって変えるのね。 OK。 こっちだよ。下行けばいいんだよね、またね。休憩室っていうのがどこなのかわかんないけど、こっちはまだ行けなくて、休憩室、ここトイレだったもんね。え、トイレに行くのか。あれか、真ん中のやつか。こいつか。お前じゃないのか。お前じゃないのか。ちょっと待って、これを装備してこうすればいいのか。いや違う、お前じゃないのか。あー、もしかしてここか。ちょっと待って、こうして、ここに入れるところはあったじゃん。ここに入れればいいんじゃない。入れた？あれ、入れたかな。あ、入れた入れた。グッジョブグッジョブ。で、銃を装備しといて、やっと誰が泣いてんのかわかる。お前か。え、どっちだ。え、こいつ殺した方がいい。とりあえず、あれ、襲ってくる襲ってくる。ちょ待って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 。あ、おう。え、ちょっと待って。なに。おう。え、ちょっと勝てないよ。あ、今いける。ビンタ2発食らっちゃった。君、え、え、なになに。話しかけられた。めっちゃ泣いてる。スタドマン、今倉庫のドアから出ようとしたらフレッドに怒られた。フレッドに怒られちゃったか。だから泣いてんのか。封鎖されてるなんて知らなかったし、フレッドに説明しようとしたんだけどチャンスをもらえなかった。なんで封鎖されてるんだろう。もう他の道をじゃあ探さないといけないっぽい。僕はチーム全員を失望させる存在だ。モニカは僕を見てくれないし、助けてもくれない。テーブルの上にある僕の保険証を使って医療キットを取ってきてください。医療キット。え、怪我してんのかな。これか。これをゲットして、医療キットなんかあったよね、そこにね。これこれこれ。誰か怪我してる。てか俺殺しまくってるからな、怪我してるよな多分。こうして、これをアイテム欄に入れて、で合わせてこうで、こうお、ゲットで、またこれに合わせてで、こうする。結構ね、操作することが多いなこのゲームな。もうアイテム欄に入れてくれ。あれ、おい、誰にやられた。フレッドか。画面手に入れた。え、なになになに。え、どうやばいやばいやばい。これか。うわー、来てる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 。誰か来てる。社長。倒せなかったんだけど。え、当たってない判定かな、もしかして。え、また最初から。
最初からだ。なんで最初からなの？お、あ、隠れられるここ。え、じゃあアラーム鳴ったらここに隠れるんだ。ちょ待って、この顔面手に入れちゃうとアラーム鳴っちゃうから。とりあえずし、あ、回復できた。ちょっと調べてみるか、この辺。なんかある？電子レンジ。あ、銃弾ゲット。こんなもんか。なるほどね。じゃあ、アラームが鳴ったらあそこに隠れよう。とりあえずゲットして、あ、ちょっと待って、ゲットして、で、アラーム鳴るから、その前に隠れる。どう？音でか。お、アラームが消えて、社長。え、この社長からどうやって逃げんの？あのボタンを押すのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだ。うわ、こっち来てる。一周して外出る。で、この後どうすればいいんだ？出られる。社長いなくなったのかな？これ、あ、押せるわけじゃないんだ。社長どこ行った？え、社長いなくなったんだけど。え、いなくなったよ、社長。この数字の謎は解けてないんだよな。とりあえず、このトイレのやつ。お前見ると安心するな。なんか大丈夫な気がしてきた。なんか数字のヒントがこの部屋にありそうじゃない？ないかな？ないのか？ノー？何ノーって。あ、サイコロの数字。4。4で？こっちが6。これか。これっぽいな。46。あそこにさ、数字打ち込むところあったじゃん。あれ、2桁なんだよね。47じゃない。あ、色も合ってるな。あれ、どっちがどっちだったっけ？こっちが4か。1、2、3、4。で、こっちが7。赤が、あ、6だ。1、2、3、4、5、6。開いた！開いた開いた！開く音がした。ここか。え、何？これなんか置くの？何を置くんだ、これ。え、ちょっと待って。なんか置くものが必要なんだ。椅子かな？これ拾えないか？拾えないね。何かを置かないといけない。あ、医療キットか。あ、顔面か？顔面置くのか？ちょっと待って、医療キット俺持ってんの？あ、持ってる。顔面これ何？死体安置所なのかな？あ、顔面置くんだ。サドマンの顔面。で？開いてる。武器装備しといて。これ、骸骨だ。何？何ハウスなのこれ？なんとかハウス。開く。何これ？機関銃？うわぁ、すごいかっこいい。え、なんか勝手に動き出した。え、超楽しそう、これ。え、めっちゃ楽しい、これ。え、社長だ。え、ちょっと待って。全然。全然ダメじゃん。え、これまた最初からじゃない？よかったー。こっからでよかったー。あ、何も持ってない。ちょ待って。あ、ここに書いてある説明。え、ブーム？え、わかんない。どういうこと？え、なんか赤い瓶が必要なのか？そんなものあった？ないんだけど。どうしよう。こっちから回ってけない。回ってけない。じゃ、もうこれに乗るしかない。これは調べられないしな。やっぱこれしかないんだ。え、どうすんのこれ。社長、あ、これか？
これだ。あ、そういうことか。あれを壊してダメージを与えるんだ。あ、これ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 。あー、わかったわかったわかった。なるほどね。理解理解理解しました。あの、なんか燃料に攻撃してダメージ与えるんだね、社長に。何発で壊せる、これ何発で壊せるかわかんない。わかんないぞ。とりあえず壊しまくればいいのか。とりあえずもう先に壊しちゃうか。で、ここにもあるよね。オッケー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 。お、いいよ。いいじゃん。あ、倒せた。ああ。え？っていうか、どういうアトラクションなのこれ。To be continue。 え、めちゃくちゃ面白かったんだけど。なんやかんや言ってめっちゃ面白かったよ、このゲーム。一応デモ版っていう感じらしいから、そのうち製品版出るのかな、これ。出たら真っ先にやろう。そうしよう。はい、ということで今回の動画はいかがでしたでしょうか。もし気に入ってくれたらチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。